2024年最新国産車ピックアップ、新型プリウスやフォレスター、ホンダのフィットの進化を徹底解説。未来の自動車トレンド、2024年の新技術と注目モデル紹介。2024年にはトヨタの新型プリウス、スバルのフォレスター、ホンダのフィットなどの注目モデルが登場します。これらの車は燃費性能や走行性能を向上させ、環境にも配慮した設計が特徴です。プリウスはハイブリッドシステムの進化、フォレスターはオフロード性能の強化、フィットはコンパクトでありながら広い室内空間を実現しています。新技術や自動運転の進展もあり、未来の自動車がさらに魅力的になることが期待されます。最新の国産車の新型モデルやモデルチェンジについて、2024年には多くの注目車種が登場しますので、比較して解説していきます。トヨタからは新型プリウス、スバルからは新型フォレスター、ホンダは新型フィットを発表しました。それぞれが燃費性能、ハイブリッド技術、デザインの革新を追求しており、消費者の選択肢が広がります。これらのモデルは、新しいエンジン技術や安全装備の強化が特徴であり、今後の市場に大きな影響を与えると期待されています。2024年に登場する新型国産車の中で、特に注目されるのは、トヨタの新型プリウス、スバルの新型フォレスター、ホンダの新型フィットです。プリウスは、これまでのハイブリッドシステムをさらに進化させ、燃費性能の向上とともに、デザインのリニューアルが行われています。このデザイン変更は、よりスポーティで洗練された外観を実現し、若い世代をターゲットにしています。また、新型フォレスターは、スバルの強みである、シンメトリカル、OWWD と新開発のエンジンを搭載し、特にオフロードでの性能向上が期待されています。さらに新型フィットはコンパクトカーの利便性を維持しながら、室内空間を広げる工夫がされています。このように各メーカーが独自の強みを生かした新モデルが2024年の市場をリードするでしょう。2024年の国産車の性能やエンジンスペックについて詳しく解説します。例えばトヨタの新型プリウスは最新のハイブリッドシステムを搭載し、燃費性能がさらに向上しています。エンジン出力はおよそ150馬力で、燃費は1ターンあたり 30km を超えると予測されています。新型プリウスではトヨタの最新ハイブリッドシステム DSIA が搭載されており、エンジン出力と電動モーターが協調して動作することで、燃費とパワーの両立が図られています。このシステムにより1ターンあたり 35km 以上の燃費が期待されます。さらにスバルの新型フォレスターには新開発の 2.4 リッターターボエンジンが搭載され、最高出力260馬力を誇ります。このエンジンは低回転からの力強いトルクと燃費性能を兼ね備えており、特にオフロード走行時のパフォーマンスが向上しています。ホンダの新型フィットは 1.5 リッター直列4気筒エンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、都市部での軽快な走行と優れた燃費性能を実現しています。またスバルの新型フォレスターは前輪駆動 OWWD システムとターボエンジンが特徴で、加速性能は0、100キロを約7秒で達成する見込みです。これにより走行の楽しさと燃費の両立が実現されます。ライバル車種との比較分析について解説します。例えば新型プリウスとホンダの新型フィットの比較では、燃費性能と走行快適性が注目ポイントです。プリウスは燃費で優位に立ちますが、フィットはコンパクトなボディと取り回しの良さが強みです。またスバルのフォレスターと三菱のアウトランダー、プラグインハイブリッドは SUV 市場での激しい競争を繰り広げています。フォレスターはオフロード性能、アウトランダーはエコ性能が差別化要素となります。新型プリウスに関してはユーザーから静かな走行とスムーズな加速が高く評価されています。一方新型フォレスターはオフロードでの安定感と信頼性が好評です。またフィットは街中での取り回しの良さと燃費の良さが多くのユーザーから支持されています。これらの実際の体験談は車選びの際に非常に参考になります。新型プリウスとホンダの新型フィットの比較では、特にハイブリッドシステムの違いが注目されます。プリウスはトヨタのSUSIIにより
燃費性能で大きなアドバンテージを持ち、長距離走行でその強みが発揮されます。一方、フィットはE システムを搭載し、街中での加速性能とレスポンスの良さが魅力です。両者の比較では、走行シーンや使用用途に応じた選択がポイントとなります。また、スバルのフォレスターと三菱アウトランダープラグインハイブリッドの比較では、アウトランダーがエコ性能に優れたプラグインハイブリッドシステムを採用しており、都市部での燃費性能が非常に高いです。フォレスターはその一方で、アウトドアや雪道での安定した走行性能が強みです。新型プリウスに対するユーザーの口コミでは、特に静粛性と燃費性能が高く評価されています。多くのユーザーがエンジンの起動時や走行中の静かさに驚き、燃料コストの削減を実感しています。新型フォレスターに関しては、4輪駆動システムの安定感やオフロードでの走破性が支持されています。フィットについては、コンパクトながら広々とした室内空間や取り回しの良さが特に高評価です。市場レポートでは、これらの特徴が詳細に検証され、購入前の有力な判断材料として役立ちます。新型プリウスのモデルチェンジの背景には、トヨタのカーボンニュートラルへの強いコミットメントがあります。この新モデルでは、環境負荷を最小限に抑えることを目指し、軽量化やエアロダイナミクスの改善が行われました。また、スバルの新型フォレスターでは、グローバル市場での競争力を維持するために、SUV の持つ力強さと快適さを高次元で融合させることが求められました。これらの開発コンセプトは、各メーカーの戦略と市場でのポジションに大きく影響しています。例えば、新型プリウスの開発では環境性能と走行性能の両立が重要なテーマでした。トヨタはこれまでのハイブリッド技術の進化に加え、さらに洗練されたデザインと最新の安全技術を取り入れています。同様に、スバルの新型フォレスターでは、タフさと快適さを追求し、SUV の魅力をさらに高めることを目指しました。これらの背景には、各メーカーの戦略や市場での位置づけが大きく影響しています。今後の自動車業界のトレンド予測や、新技術、次世代エコカーについて解説します。2024年以降、電動化や自動運転技術の進化がさらに加速すると予測されます。特にバッテリー性能の向上や充電インフラの拡充により EV 電気自動車の普及が進むでしょう。また、次世代エコカーとして水素燃料電池車や新しいハイブリッド技術が注目されます。これにより環境に優しく、かつ高性能な車両が市場をリードすることが期待されます。2024年以降、自動車業界は電動化や自動運転技術のさらなる進化により大きな変革期を迎えます。電気自動車 EV はバッテリーのエネルギー密度向上により航続距離がさらに伸び、充電インフラの整備も加速します。また、トヨタやホンダは次世代の水素燃料電池車 FCEV の開発を進めており、持続可能な社会に向けた新たなモビリティソリューションとして注目されています。これにより、環境負荷を低減しつつ、運転の楽しさを提供する車両が市場に投入されるでしょう。